はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうでございます。アシュス様、森様、ご支援ありがとうございました。森様はお手紙もいただきました。読ませていただきました。ありがとうございます。本日ですね、豊島区環境清掃委員会というところですね、豊島区内の自転車による交通事故が 15% 増加しているという報告がありました。件数にして96件増えました。パーセンテージで言うと 15% ですということですね。運転が荒いですね。デリバリーの自転車のせいかな。私もたまに後ろからすごいスピードで追い抜かされて怖い思いしたりします。知人もウーバーに惹かれておりました。池袋駅前でウーバーに惹かれておりました。これのせいで自転車事故、あれ怖いのが外国人もやってんだよね。スマホ見ながらチャリンコ運転、ウーバーしょってでね、そういう外国人に惹かれちゃった場合、ちゃんと保険とか入ってんのか、医療費なんかの治療代出んのか、そうなったら母国に逃げ帰っちゃって引かれ損ではっていうのが心配ですよね。そのうちあんまり目に余ると規制されるかもしれないですね。こういうのもね、岸田総理に過労の診断が下ってしまいました。ネットの反応です。検討しすぎによる過労何もしてないのに過労でダウン寸前だって。何もしてないはひどい。人の倍以上は検討している。菅さんも安倍ちゃんも多忙だったのでは。安倍さんあんなにフルぼっこにされながらだからな、向いてないってことではつまり器じゃないんだろう。総理の器じゃないんだね。で無理してっから疲れちゃうんだね。誰かに代わってもらったら、とっととやめろということですかね。過労でですね、辞任するかしないか検討中なのかな。多分ですね、検討すること多すぎてどれから始めるか検討して疲れ果てたあんじゃないかな。あなたはすっかり疲れてしまい。でこの曲を知ってるのはおっさんおばさんだと思います。向いてないんだよ、器じゃないんだよ。本人の自律神経は正直なんですよ。自律神経失調症になる前に辞任しろって、おとなしく諦めて、体は正直なんだからさ。総理にはなりたかったが総理をやりたかったわけじゃないって、記者会見でぶっちゃけちゃえば総理にはなりたかったんだけど別に総理になってやりたいことはありませんでしたってぶっちゃけちゃえば検討ばっかしてねさ。留学生に10万円給付とか、留学生は国の宝だとかいらんことばっかやって言って感謝されねえから疲労倍増でしょ。全然感謝されてねえからね。まあまあ辞任するかしないか検討、あるいは今までもうたまりにたまった検討する物件に押しつぶされてんのかな。まあまあ向いてないってことですよ。器じゃねえってことですよ。まあとっととやめろ。岸田総理は産経新聞、日銀の国債借金でない、財務大臣その通りと11日予算決算委員会で答えてしまいました。ネットの反応です。通貨の価値が下がるだけ、永久に返さなくていい。国の借金って概念自体がおかしい。無制限にお金を印刷できる。財務省が死ぬほど大事にしていた建前なのに。日本は世界一の借金大国とかいう嘘も言えなくなったわけだ。いいから早く減税しろ。日銀は政府の完全子会社だから帳簿上はプラマイゼロ。財務省よくこんなこと言ってて、その通りマスコミも伝えますよね。国民一人当たり1000万円の借金とかさ、これ大嘘ですかね。1200兆円の
政府の借金もしくは1200兆円の国民の資産、これが正解であります。なぜなら皆さん銀行に預金する、その預金は国債を買うのに使われる。つまり、国債の利子を受け取るのは皆さんですから、借金どころか全然逆なんですよ。国民の資産なんですよ、国債は。日銀の買取分はですね、通貨印刷量の単なる数字であります。なぜならですね、日銀は政府の完全子会社で、連結決算するとプラマイゼロになるんですよ。日銀イコール政府ですから、自分で借りて自分で買い取って、ってやってるわけだから、全然借金でもなんでもねえのね。これは政府、国家には通貨を発行するっていう大権力があっからであります。普通の家庭の帳簿とはここが違うところ。政府が国債発行で円を調達する、日銀が円を吸って国債を買い取る、その円は政府に提供する、だって自分で吸って自分で、借りて、自分で、吸った円をゲットしてんだから、全く借金ではないです。単なる数字です。国民の借金では全然ありません。国債発行の限界はですね、円の価値の許容できない下落なんですけれども、日本はですね、世界一の資産持ち、官民合わせて1300兆円の海外資産がありますんで、円はね放置すればどんどん円高に寄ってっちゃうんですよ、実は。無理なね円の爆すりとか、円を1兆円札作りましたかなんか言って、やっていかないとどん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 円高になっちゃうんですね。帝国のようにですね、経常収支が毎年黒字の国は通貨安がベターなことはですね、民主党政権時代円が1ドル78円だったことからも明らか。国家にとって円安がいいのか円高がいいのか、円安の方がいいのは明らか。なんせ民主党は円高に誘導してましたから、日本経済を破壊したくてね。ではなぜ財務省は国民の借金だ嘘つくのかって言いますと、増税のためです。増税、政府に金が足りない、増税させてくれっていう血の叫びが、国民の一人当たりいくらいくらの借金っていう大嘘。連中が目指すのはですね、 100% 納税 100% 差配による絶大な権力を我が手に手にしたい。財務省の官僚の目的、最終目的は重税にですね、孫が苦しむことも考えず、バカな連中です、財務省の官僚は。なんぼ東大出ててもお前らバカだから、孫が苦しむんだから重税に、孫がお前らみたいに財務省の官僚に必ずなれるって保証全然ねえがん、ほんとバカだなって思います。経団連徳良会長、円安で大騒ぎは必要ない、輸出産業は恩恵を受けると、発言しておりました。ネットなんです。庶民は物価が上がって賃金も上がらないから大変。いや、そんなことないよ。物価が上がってしばらくして賃金も上がりますよ。その間は苦しいけれども、必ず物価が上がれば賃金も上がります。タイムラグが存在するだけでありまして、この書き込みは嘘、間違いであります。エネルギー輸入はどうすんの、原発動かしゃいいんじゃねえの、海水からグラントって、ガソリン税撤廃とか絶対しないのに、それは賛成。財務省 100% 徴税したい財務省、ガソリン税減税、二重課税絶対やめない、輸入コストが影響大きい企業は当然騒ぐ。だったらどうして年々輸出額が減ってるの。円安派のバカ投稿に苦笑してしまいますけれども、円高派ね、円高派のバカ投稿に苦笑してしまいますけれども、年々輸出額が減ってるのはですね、脱原発で電気代上がってるせいですよ。電気代上がってて国内から工場が逃げてくせいですよ。輸出産業の花形のですね、自動車産業なんかはとっくに現地で作って現地で売るって方式が主流です。これは輸出に含まれませんから。庶民は物価が上がって生活が苦しい。誰が全部輸入品で賄いとか命令した覚えないですけど、
国産品使えばいいじゃん。国産品よ。円安で輸入品が上がればですね、国産品が息を吹き返しますよ。小麦とか大豆とかも、だったら、値段をねだったら、国産の方がいいやっつって、国産の買ってですね、内需が、拡大します。で、経済が回ります。なんで、庶民の生活が苦しい円安はって、全部、輸入品で生活しろって、誰も命令してねえわ。円安派、円高派は、騙されて思い込んでるバカなのか、帝国をやらせたい革新犯なのかは不明であります。最近ではですね、悪い円安とかいう、新しい言葉作っちゃって、工作開始しておりますけれども、円安に良いも悪いもないですからね、騙される人は騙されますけどね、立場で円高の方が都合いいっていう人も、いることは確かであります。例えば海外旅行が趣味とかの人は、円高の方がいいわね。帝国にとっては円安がいいっていうのは、私の確信。あと民主党が円高誘導してたから。もう確実シンプル。あいつらは帝国にとってろくなことしやしに、言うですね。確たる自信があるから、私は円安の方が帝国にとっていいことであると言い切ってしまいます。ロシアのウクライナ侵略で、令和、橋本徹、玉川徹、鳥越俊太郎などが、非武装中立を唱えてるけど、それに対するネットの反応です。非武装中立に対するネットの反応。幸福イコール殺されないというお花が咲きました。まあ、お花畑ですね。その場では殺されないだろうが。よくてシベリア抑留。攻められないよう、軍備を整えよう。降伏したから安全という保証はどこにもない。武力で侵攻してきた国に対して、好き勝手されろっていうのはどうにも納得できない。世界秩序を無視して戦争を始める国が、なんで降伏した国に対してまともな対応をすると思うんだろう。中立のスイスが非武装だと思ってるバカを発見した時は衝撃だった。とにかく怖いから、何でもいいからみんな仲良く。と、思考停止。非武装中立国家なんて、この世に存在しない。確かに。ちょびひげも言ってますね。国家は弱さを許さないと。弱ければたちまち蹂躙されてですね、国家じゃなくなるって意味であります。ウイグル見なさい、チベット見なさい。でね、国家を失った民が、どういう扱いを受けるか見なさいって、ウイグルとチベットでね、国家あっての生命、国家あっての自由、国家あっての人権、国家あっての財産、国家あっての福祉、国家あっての経済繁栄、豊かさ、あとなんかあります？国家あっての教育とかもあるね。とにかく主権を守るのは最優先ってことですよ。生命、国家あっての生命であるから、兵士は命がけで、時には生命を投げ出して、国家を守ろうとするんですよ。非武装中立国家の誕生よりも、そんな夢物語よりも、千年王国開始の方が早そうですね。これヨハネ黙示録に書いてある千年王国、理想の国家。神が直接治める、理想の国家なんですけど、その理想の千年王国でさえね、開始条件は、サタンとの最終戦争で勝利する。ですかね。戦わないと平和は手に入んないってことなんだな。戦いたくない、平和は欲しいっていうのは、虫よすぎなんですよ。ラーメン食いたい、金払いたくないっていうのと一緒なんです。ですんでね、非武装中立だ、言えずは、そんなことを許されないって、ちょびひげも言ってるよ。これはこういう意味だよ。国家あっての生命だよ。ウイグル見なさいよ。チベット見なさいよ。言ってあげなくてもいいです。そういう奴らは、もう何言っても、考え変えませんので、近づかないで、遠ざかりましょう。全くの時間の無駄ですから。というわけで、東京地区の支部長を募集しております。よろしくご応募ください。デトックスジャパン。